おはようございます。まず、今日10時前ですね、鹿児島県の口永良部島で爆発的な噴火がございました。警戒レベルが5に上がったという事態を受けまして、党本部としても10時15分に幹事長室に対策室を置いてですね、政調の災害対策特別委員会で情報収集をしてくれという指示をいたしました。まずは約130名住民おられる、その安全が最優先でございます。被害状況などを注視しながら、党としても政府と連携しながら対応、万全の対応を取っていきたいと考えております。それから役員連絡会ですが、まず小村副総裁から平和安全法制審議で、総理が基本的な点を丁寧に説明されている姿勢は国民からも好感を持たれていると思うと、野党はさまざまな形で総理の答弁を妨げているが、与党で総理が丁寧に説明できる環境をしっかり作っていきたいと、こういうご発言でありました。私からはですね、この平和安全法制案の審議ですが、副総裁も質問に立っていただいて、本質的な議論をしっかり行っていただいたと考えていると、特に集団的自衛権の行使が可能なのはですね、我が国の防衛のために限定されていて、他国防衛のための行使は認められていない、あるいは自衛隊の海外派遣の判断基準ですね、日本が主体的に入っています、あるいは自衛隊がその能力や装備、経験にふさわしい役割を果たす、また前提として外交努力を尽くすんだと、まあ、いうようなことですね。それから後方支援が可能となる重要影響事態の判断基準ですね、事態の発生場所や規模、あるいは米軍の活動内容、日本に戦火が及ぶ可能性等と、それから後方支援を行う範囲、活動を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる場所を実施区域に含ましてですというようなことですね。国民が不安を感じている点についてはきちんと明確な答弁がなされていると考えています。で、引き続き政府においては丁寧に説明していただきながらしっかり議論を進めていきたいということを私から申しました。それからちょっとそれとは違いますが、2日の役員連絡会は仮有しウェア着用でご出席をお願いするということを申し上げました。あとは佐藤国対委員長からは平和安全特異の日程、それから民主党からはですね、質問項目が全く出てこない状況、しかし国民としてもしっかりサポートしていきたいということ、それから茂木さんからは青森一次選挙を行っているが、しっかり勝利を目指したい、それから稲田政調会長は稲田政務調査会長からはですね、福島第一原発を視察して、現場の士気が高かったと、これから廃炉に向けていろいろやらなきゃいけない、政策面でしっかり支えていきたい、こういうことは、それから二階総務会長からは訪中のご報告が、ありました。役員連絡会は以上でございます。はい、噴火の関係なんですけども、噴火の関係です。はい、党として何か会議をまだちょっと情報収集の段階ですね。官邸とはこの事態を受けて官庁方針に連絡を取られましたでしょうか。私は連絡を取っておりません。まだ事務的にいろいろ情報を共有するように今やっているということです。他に何かございますか。はい、朝日新聞の佐川です。昨日の国会審議で総理が野党の質問の際に、早く質問しろよというヤジを飛ばしたということで野党の批判が出ていますが、これについてどう受け止められますでしょうか。
国会審議、私正直申し上げますとね、中身でこの国民がいろいろどうだろうと思っていることがありますから、それについてしっかり質疑をしていくということが本来でして、まあ、なかなか挑発上手な方もいらっしゃるのでね、挑発に乗らないようにやっていただきたいと思います。今のこの審議に関してですね、今後の副総裁はその野党が妨害しているようなところがあると言ってますけれども、幹事長、この2日間を見られてですね、今どういう感想をお持ちでしょうか。まあ、なんていうんでしょうか、もうかなりですね、ある意味で論点が出尽くしてんじゃないかなと私は思います。そろそろ堂々巡りの感じがしてくるので、どういう新規軸を野党が出そうとされるか、物理的抵抗ではなく中身の論戦でどういう新規軸を出してこられるのか、それは注目しておりますが、今のところあんまり感じられません。はい、関連で両通信からです。その中身が出尽くしたということは、まあ、ちょっと早いかもしれませんけれども、その日程が見えてきたというのは、いや、そういうことを申し上げているわけではありません。どうもどういうところを取り上げてこられるのかなという思って、まあ、ある程度、聞いてるんですけども、どうも極めて限定されたところで、私はそういうところは相当丁寧な答弁が出ていると思ってますので、そこらを今後どうしていくのかなという目で見ています。具体的にですね、もう論点が出てきたな、これはもう説明し尽くしたなというのは、例えばその自衛隊のリスクであったりとか、そういうことですか。まあ、なんていうんですかね、出てきたなって、もう繰り返しになってんじゃないかっていう感じがしますね。よろしいですか。はい、では、席の方がいいと思います。